ルパン三世、グッバイパートナーは、モンキーパンチ原作のアニメ、ルパン三世のテレビスペシャルシリーズ第26作。2019年1月25日に日本テレビ系、金曜ロードショーにて放送。視聴率は8.7%。今作の舞台の一つでもある、マリーナ・ベイ・サンズ。前作である、第25作。 イタリアンゲームから約3年ぶりのテレビスペシャルであり、完全新作ストーリーとしては、第24作、隠された空中都市以来約6年ぶりとなる。本作は、プロデューサーの稲毛広之によると、原作誕生から51年目に突入し、他のアニメ作品では考えられない、次の50年に向けての、ルパン3世、テレビスペシャル第1弾であるとのこと。 本放送がされた同年4月11日に、原作者のモンキーパンチが死去5月1日に元号が令和に改元されたため、原作者の存命時及び平成における最後のルパン三世のアニメ作品となった。また、同作の10ヶ月後には、令和として初の TV スペシャルシリーズ第27作、ルパン三世、プリズム・オブ・ザ・パストが制作されている。前作、 イタリアンゲームや t v 第4シリーズ、t v 第5シリーズなど、近年のルパン作品は、連続して、トムスエンタテインメントの子会社である、テレコムアニメーションフィルムが制作していたが、本作では久々に、トムス自社で制作されている。監督は、第15作、お宝返却大作戦。以来16年ぶりに、川越厚氏が起用された。また、 ルパン三世のテレビスペシャルでは初めてオープニングクレジットにおけるメインキャストの声優表示が廃止されている。本作ではルパンが誰よりも信頼する相棒、次元の裏切りをテーマにしているが、お互い裏切ったと認識しながらも長年の相棒としてのコンビネーションと信頼が描かれている。視聴率は TV スペシャルでは初の一桁台となり、2020年現在歴代の TV スペシャルでは最も低い。DVD 版とブルーレイ版は2019年3月20日に発売された。衣装デザインは大きく変更されており、ルパンは本作後半、アニメでは初となる黒いジャケットを着用し、次元は緑系統のダークスーツをそれぞれ着用している。本作での藤子は現代的な女子力を感じられるように設定されており、 本編前半では、これまでのアニメ作品では見られなかった、ストレートヘアの姿で登場している。いつものようにお宝を奪うルパンとそんな彼を追っていた、ゼニガタであったがゼニガタはルパンがいるシンガポールではなく、ラスベガスで警察に追われ、ルパンとの共謀罪で、逮捕されてしまった。さらに、ショパンコンクールのファイナリストの少女、アリさんが何者かに誘拐されてしまった。 それからしばらくして、南の島でバカンスを楽しむルパンの背後に現れた、次元からゼニガタが無実の罪で捕まり、今までの犯行もゼニガタがいたからできたものだというニュースが伝えられ、自身のプライドを踏みにじられたルパンは憤き通って、ガセネタであることをニュース番組で伝えると、ニュースキャスターの指示でタイムクリスタルを盗んでほしいと依頼され、いつものように盗みに成功するも長年の相棒である、 次元が、俺が仕組んだことだとルパンとゴエモンを裏切り、タイムクリスタルを奪ってしまう。実は、次元は、かつての恋人の娘、アリサを、アメリカの政治家、ロイ・ホーレストに、人質にされ、彼女を救うためにやむを得ず従っていた。しかし、次元の行動に、違和感を抱いていたルパンはクリスタルを偽物と、すり替えていた。その頃、次元が裏切る前にくれたライターのおかげで、 命拾いしたルパンは、黒幕を突き止めるためにゴエモンと共にゼニガタを救出、共闘して、警察のデータベースからロイに関する情報や不事故が絡んでいたことを知り、ロイのアジトに潜入する。最終局面では、ゼニガタの協力でアジトへ向かった、ルパンたちはそこで次元の裏切りの真相を知り、再び次元と対峙するが、ルパンの思惑に気づいた次元はルパンで玉を跳ね返し、 ロイの腕時計を破壊したことでアリサを自由の身にし、彼を拘束するも実は、そのロイは影武者で、本物はずっとその様子を監視していたのだった。ルパンは仲間を救うためにタイムクリスタルを渡し、AI、エミルカンが起動する。ロイはそれを利用して、世界中の銀行をハッキングし、金を奪い始めたが、学府がバックドアのパスワードに気づいたルパンによって阻止させ、ゼニ型に逮捕された。 しかし、アメリカ軍の大規模攻撃により、人類を敵とみなしたエミルカが暴走し、ミサイルの飽和攻撃は、電磁パルスを放つミサイルで無力化され、戦車や航空機による砲爆撃も迎撃される。さらに、ロイが護送車から脱走し、逃亡するという事態も重なる。アリサとフジコは、エミルカの暴走を止めるため、2台あるピアノを2人、それぞれが弾き続けたことにより、 エミル・カニエル、はずの、なかった、心が宿り、密かに作られた、自身の体に転送された。量子コンピューターの暴走も、ルパンと次元が放った80センチメートル、列車砲道らの砲弾で、電源設備を破壊して、機能停止に追い込み、二度と使われないよう、タイムクリスタルともどもエ衛門によって切られ、破壊された。すべてが終わった後、アリッサは、富ッ子の自家飛行機で、 コンクール会場で送られていった。次元は、理由はどうであれ、仲間を裏切ったことに罪悪感を持つが、ゴエモンは、今回のことで自身はまだまだ精進が足りぬとしつつも、過ぎたことだと許してやり、ルパンも、この件はさっぱり水に流し、再会を約束し去っていた。二人が去った後、ゼニガタから逃げたロイが現れ、ルパン側についた次元を射殺しようとするが、自分に、 ルパンを裏切らせるように仕組ませただけでなくアリサを人質として利用したロイを次元が許すはずもなく、お前は決して踏み入れてはならないところに土足で踏み込んだという言葉とともに、ロイを射殺するのであった。その後、アリサはコンクールで見事に優勝し、次元も見に来てくれたことに気づき、心から喜び、ルパンも濡れ衣が晴れたゼニ型といつもの追いかけっこを始めるのであった。本作では、 パート5に引き続き、ミネ・フジコ役の沢城美雪がエンディングテーマを歌唱する。なお両テーマ曲は2019年1月23日発売のサウンドトラック、ルパン・ザ・ザード・グッド・バイ・パートナーに収録される。ありがとうございます。